私も知識はなかったのですが、気になったので、溶岩場って調べましたわ。溶岩だけになっちゃって。世界中には、ものの数分で何百万人もの命を奪ってしまうような想像を超える場所が存在します。熱く渦巻く地球内部への入り口。10もの方法で人を死に至らしめることが可能なこの場所。他の惑星の話ではないですよ。地球の地下深く。何百にも張り巡らされた、ほら、って、東京の地下鉄の話ではないですよ。そう、これから火山についてお話しします。火山と聞くと、灼熱のマグマと灰に覆われた恐ろしい巨大な山を想像する人が多いでしょう。しかし実際には 80% 以上の火山が海の底に位置しており、そこは生存不可能な驚きの環境なのです。1980年代、科学者は水の沸点よりも高熱で生存が可能、むしろ元気になるという変わったバクテリアを発見しました。DNA が破壊される温度が80度以下という事実を知ったらどうですか？すごいバクテリアですよね。それ以上の温度では伸び伸びと生活できるこのバクテリアですが、冷たい水の中に置かれると死滅します。これは火山の下で起こる生命増殖の発見の一部に過ぎませんでした。もし海底3200メートルに位置する火山を見に行けたとしたら、その環境は驚愕に値するものですよ。水圧は凄まじく強く、その周辺の水には重金属や有害で可燃性のある硫化水素、そして腐食性ガスやその他の有害な物質が多く含まれています。過酷な環境にもかかわらず、海底火山の周りには400種類以上の生物が生存しています。しかも、単細胞生物のみでなく、エビやゼンムシ、ウミヘビ、カニなども存在しています。2003年、ナショナルジオグラフィックの調査グループが水中カメラを使って、深さはまさに17階建てビル相当の海底火山噴火口付近で何が起こっているのかを撮影しました。そこで生命が増殖している事実を知り衝撃を受けました。魚やクラゲ、さらに小さな生き物たちの大群を見たのです。その中でも調査チームに最も疑問を抱かせたのは、極端に酸性でほとんど熱湯に近い温度の海域で餌を求めて泳ぎ回るサメの姿でした。そんな生きにくい状況下でも、ここの生き物たちはとても快適に過ごしており、まるでその環境に満足しているようにすら見えました。まあ、多分そこにある火山がほんのちょっと爆発しただけで、彼らを地球上、いや、海底から消し去るパワーを持っていることには気づいていないでしょうが。火山の噴火口という過酷な状況下で生息しているサメに色々思うことはあるでしょうが、次の話題に移りましょう。実は全ての火山が溶岩を吐き出すグレンの巨人ばかりではないというのはご存知でしたか？人里離れた北極海の暗く冷たい海の中には5つの活火山が存在します。しかし他のよくある火山とは異なり、メタンガスと温かい泥を吐き出します。そう、これは泥火山なのです。そしてそこには数十億に及ぶ小さな全虫たちが住んでいます。いつか一緒に行きませんか？2009年、アークティックネットプロジェクトの科学者たちがアラスカのそばにあるビューフォート海で水中音波探知機を使った研究を行いました。探知機は水面下250メートルから750メートルの間に巨大な円形の物体を見つけ出したのです。音波の変化によると、海底のどこかに大量のガスがあることもわかり、これは火山活動以外の何者でもないと確信しました。こうして、泥火山に出くわしたのです。泥火山は、皆さんが知っている火山とは大きく異なり、地表のガスを排出するための噴気口の周りにできます。多分これらは、プンバ火山と呼ぶべきでしょう。ライオンキングに登場するプンバも、ガスについては多少理解がありますから。泥は海底から吹き出し、円錐形の塚が噴気口の周りに形成されていきます。そのため、泥火山は通常の火山よりかなり冷たいものになります。2013年、多国籍の科学者グループがカナダの砕氷船 CCGS、サー・ウィルフリッド・ローリエン号を使って、このビューフォート海にある泥火山を調査することになりました。この調査が北極海で行われる最初の遠征でした。しかし実施されたのは10月。
分厚くなりすぎて逃げ場のない氷の中心へ閉じ込められるという危険が伴いました。しかしこれぐらいでは科学者たちは諦めません。調査開始後すぐに最初の結果が見え始めました。低火山は大変大きく、550平方メートルから840平方メートルほどの広さと、およそ30メートルの高さがあることが分かりました。この巨大な物体は、時折ガスや泥を水中へ噴火していました。頻繁に噴火が起こると、海水温度は上がり、頂上付近の海水は最大9度 C まで上昇します。低火山の斜面や頂上はチューブワームの群れで覆われていました。調査員たちはこれを発見すると、カメラにつけた機械のアームでチューブワームを採取しました。ビューフォート海に住むチューブワームの長さは8センチメートルしかありません。しかし彼らの遠い親戚であり、海底深く熱水栓機構の近くに横たわって生息しているハラギンチャクチューブワームは 2.5 メートルにも及びます。しかも彼らの発達は遅く、大きくなるまで170年から250年かかるとされています。チューブワームは例外的に長寿命なのです。でもそんな長い時間何をするんでしょうね。ビューフォート海のチューブワームは完全な暗闇で生活を送っており、片側は低火山から吹き出た液体の熱を感知し、もう片側は凍結温度に近い状態で浮遊します。ちょっと楽しそうですね。これらの生物に胃や肛門、そして目はありません。彼らの食べ物は火山によって放出されたガスです。科学者たちはこれらのチューブワームがどうやって活動するのか完全に把握しきれていませんが、彼らは腸でバクテリアを増殖させた後にそれを餌にすると考えられています。しかしビューフォート海のチューブワームと低火山はどちらも科学者たちに謎を残したままです。最大の謎はここの火山がなぜこんなにも活動的なのかということです。地殻プレートの変動や地震は火山噴火によるものです。しかし北極はこれらの現象にほぼ関与していません。もしかしたら世の火山の地下はたくさんの空洞でつながっていて、それが海底1万メートルまで到達しており、そこから発生するメタンや泥が低火山を育てているという可能性もあります。しかし現時点ではこれらは単なる憶測に過ぎません。しかも科学者たちはそれよりも緊急の問題を抱えています。それはイエローストーン巨大火山のような問題です。この火山はアメリカのワイオミング州イエローストーン国立公園に位置しており、予想できないほどの大噴火を起こす威力があるとされています。この火山の火口は縦横に55キロと72キロの大きさで、その広く浅い場所を水で満たすにはナイアガラの滝ですら数世紀かかり、そして私たちがこの貯水湖の地下について語るにはまだ何千年もかかるでしょう。噴火が起これば、その破壊的な力で9万人の人を瞬殺してしまうと科学者たちは計算しています。もしこのようなことになれば、アメリカにとって核爆発によって氷河期が訪れるものと同等の威力を引き起こす悲劇となるでしょう。国立公園入場者数への重大な影響についてはここでは触れないでおきます。イエローストーン巨大火山は2100万年前、1300万年前、そして64万年前にそれぞれ噴火し、毎回とんでもない結果を引き起こしてきました。もし私たちがこの噴火の論理に従うなら、今後2万年間は何も心配することはありません。しかし科学の予測は当てになりません。火山は自身の周期理論を無視して活動が活発化する兆候を示しています。もしイエローストーン火山が噴火した場合、幅広い地域に拡散するスモッグのせいでアメリカ全土で大幅な温度低下を引き起こすでしょう。その結果、多くの作物は枯れ、食料不足を引き起こします。1メートルの灰が火山から約480キロメートル先の町や都市まで覆ってしまい、情報通信において顕著な問題を招く恐れがあるので、航空網は遮断されるでしょう。最悪なのは空気中に浮遊する灰です。人がこの灰を吸い込むと灰を切り裂き、さらにガラス状のセメントになります。また灰は水よりも密度が6倍もあり、多くの建物がその重量によって崩壊する可能性があります。さらにまだありますよ。灰は道路を破壊し、水道管を詰まらせ、汚染した水は何百万もの家屋を居住不可能にします。仮に数百キロ以上離れた場所に住んでいても、致命的状態に陥るでしょう。科学者たちは国立公園の至るところに特別な機械を設置して、噴火する数週間前に予測して、
緊急事態に備えて人々が避難できるように監視をしています。しかしアメリカには本当に起こるのではないかという悲劇的な災害ものの映画が多すぎますよね。結局アメリカ人全員カナダへ移住するしか解決策はないようです。危険な火山の存在についてあなたはどう思いますか？本気で受け止めますか？下のコメント欄で教えてくださいね。火山マニアのお友達にもビデオをシェアしてください。高評価ボタンも忘れずに。私たちの最新のビデオを見逃したくなければチャンネル登録もお願いします。